始まるよ。準備はいいかな？はい、それでは、次にですね、その他の点、その他の点検契約ですね、具体的には、組合、それから、246ページの終身定金、それから247ページ和解と、この3つでございます。ちょっと1つずつ見ていくことをしますね。まず組合からでございます。245ページのですね、ケース235をご覧ください。ABC の3人は共同してラーメン屋を営むことになり、おのおの100万円ずつ出資して X ラーメン組合を作ったという、まあもう全く思ってこの教室事例のようなものなんですけども、ちょっと見てみましょうか。これ組合契約といって、民法の667条の1項です。組合契約は各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによってその効力を生ずると、このように規定しております。でこれはあくまで概念上の整理の問題なんですけども、契約というのは2当事者間で、締結されるんだということになるとすると、 AB、BC、CA というですね、3つの同じ内容を同じくする契約、それの、総体がこれが組合というものになるんだろうという考え方になると思いますし、まあ、他の考え方できないことはないんですけども、もう一つの考え方としては、契約は2当事者以上、2人以上だったらいいんだという考え方だ と、この場合 ABC の3人で1つの契約をしているという、まあそういう考え方を見る余地もあるんでしょうね。で、何が問題になるのかと言いますと、例えば AB 間でラーメン屋を営みましょうだけど、 BC 間では蕎麦屋を営みましょうとかね、こういった時にこの組合契約の内容効力どうなるのかというと、原則としてそれは、組合契約の成立にはならないんでしょうね。成立ならないけれどもですよ、3人ぐらいだったらいいけど、これが例えば300人で組合作った場合、1つだけね、みんなラーメン屋って言ってるのに1人だけ蕎麦屋だと言ったらどうなるのかというのは、少し組合契約とは何かということを考える上で重要な視点になってくるかなと思います。いずれにせよ、組合契約というのは、今までの契約が異なりまして、これは我が妻栄というですね、戦後当時した大学者の言い方を借りると、団体形成型の契約であるということでございます。で、団体形成型の契約というとですね、一つ思い当たるのは法人なんですけれども、でここからが議論が、混乱するんですね。いくつかの考え方を、ザラザラと言っていくんですが、はい、まず一つ、民法の33条ですね。1個で、法人はこの法律その他の法律の規定によらなければ成立しないと。ということで、この法人、33条1項の、この法律その他の法律の規定による前提には、法人を作る社員、社団法人の場合でいうと、社員の意思表示があるだろうと。具体的には定価に対する署名ですね。この署名を要素とする意思表示があるでしょうと。でこれ合同行為というわけですね。そしたら、この組合ということと、法人というのは権利主体、権利能力の、主体の一つのあり方ですからね。で組合というのはこれ契約という、契約の一つの契約、典型契約なんですね。そうすると、法人と組合ってどういう関係になるのか、社団と組合ってどういう関係にあるのかということが、少し問題になるわけですけれども、実はこのあたりの議論はっきりしませんが、はっきりしていることは、組合だからといって法人格取得でしているということにはならないんです。つまりこのケース235で、X ラーメン組合を作ったというだけでは、この X ラーメン組合というのがですね、この組合は権利義務の主体になるわけではないというところまでは、まあ、はっきりしているかと思います。あくまで法人格を取得していないのであれば、この X 組合というのは、これまあ経済的な、法的なじゃないですよ、経済的な主体に過ぎないんだということになるかと思います。はい、そうするとこの組合契約の体内関係なんですけれども、これ668条でしたっけ、668条ですね、はい、を見てみますと、よし、どこだ、はい、668条です。各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属すると、こういう規定の置き方をするわけですね。で、共有といえば、物件のところ、所有権のところでですね、249条以下というのがあって、はい、じゃあ249条ですね。
過去共有者は共有分の全部についてその持ち分に応じた使用することができるというこの共有の規定の説があるから、こちらでも共有という言葉を使っていると。それからこの668条でも共有という言葉を使ってるんで、同じ用語を使ってる以上同じ内容を表すことにならないといけないはずですね。ところが、この249条以下はですね、必ずしもそういうことにはならなくて、条文の根拠で、条文上のね順位関係で言うと、264条でね、この説の規定は数人で所有権以外の財産権を有する場合について順用するということで、今組合財産ですから必ずしも所有権だけとは限らない、財産権になるかどうかですね。でただし法令に特別の定めがあるときはこの限りにはないと、こういう規定の置き方をしますので、つまり、共同で複数で財産を持つという場合を共有と呼ぶとすると、その特則としての規定が、組合のところには定められているということになるわけです。具体的には、一言で言ってしまうとですね、持ち分の処分が、できないということですかね。それと分割請求ができないんですね。で民法249条以下の、規定共有協議の共有、この場合には持ち分の処分や分割請求できるわけですけれども、組合財産の場合ですと676条の1項で、組合員は組合財産についてその持ち分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することはできないとして、で3項で組合員は清算前に組合財産の分割を求めることができないということで、この持ち分の処分や分割について一定の制限が加えられていると、こういうことがわかるわけです。そこでこの民法668条以下の共有、どっちも共有というと分からなくなりますので、この668条の共有という言葉を工学上、学問上は合有と、合有ってどっかに書いてなかったっけ、合同所有ですね、合有という、ちょっとパッと見当たらないですね、合有という言い方をするわけです。それから、組合の体内関係ですね、財産関係があったんで体内関係ですけれども、これ670条がいいのかな、1項で組合の業務は組合の関数をもって決定して各組合員がこれを執行すると。で業務執行権各組合員あるわけですね。で、そういうことです。それからなんだ600、これ組合員と組合財産の関係なんですけれども、これ、直接無限責任を負うんだということですので、そこは注意するようにしておいてください。で、それからあとはどこだ、今ごめんなさい、体内関係あったんですね、すみません。過半数で決するんだろ、で過半数で決するんだけども、業務執行者定めていた場合というのがあって、そうだそうだ、ここですね、すいません。670条2個読んでいきたい。組合の業務の決定及び執行は組合規約の定めるところに1人または数人の組合員または第三者に委任することができて、で3項で全項の委任を受けた者は組合の業務を決定してこれを執行するということですので、業務執行者というのを定めることもできるのだということでございます。それからあとは、組合の脱退なんかもそうなんですよね。これ678条か、共有の場合だったら分割請求でもできますから、共有関係の解消で原則として自由にできるんだけれども、組合の場合だったら1個です。組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、またはある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合はいつでも脱退することができると。でただしやむを得ない自由がある場合を除き、組合の不利な時期に脱退することができないというような形で、脱退についても、一定の制限が加えられた規定であるということがわかるかと思います。今のが体内関係について、これいっぱい規定あるんですけれども、ちょっといくつかの規定を見ておいたということだと思ってください。それから対外関係ですけれども、組合と対外関係は、さっきの一緒ですね、この670条の1項で、そう、さっき言いましたね、過半数を持って決定するけれども執行は各組合ができるんだという、これが対外的、関係の一番大きな理由だということになるかと思います。そんな感じですかね。そっか、
あと677条については、自身で見ておくことにしてください。組合についての規定ですね、非常に、たくさんあるんですけれども、これですね、また会社法の、学習したときに組合との間で比較をしていくと、少し、見えてくるんじゃないかなと思います。